唐津市ニュースの時間です。本日お伝えするニュース内容です。4月1日付で唐津市の新しい副市長に就任した中江勉氏の辞令交付式と就任式が4月2日市役所で行われました。辞令交付式では峰達郎唐津市長から中江勉氏に辞令が手渡されました。峰市長はこれから柴田明副市長とともに3人4脚で汗をかきながら唐津市政を前に前に進めていきましょうと訓示しました。午後から行われた就任式には市の幹部職員などおよそ130人が出席しました。中江副市長は昭和55年唐津市役所に入庁し、まちづくり課長や都市整備部長などを務め、3月に定年退職を迎えましたが、唐津市からの要請を受けて副市長に就任しました。市民の幸せを念頭に置きながらですね、取り組んでいかなければいけませんし、市政発展、さらには市長公約の実現、こういったものに向けてもですね、課題を一つ一つクリアしていかなければならないと考えております。皆さんには素晴らしい能力があると私は思っております。ぜひともですね、失敗を恐れずに勇気を持って、自分の武器を大いに発揮しチャレンジしていただきたいと思っています。中江副市長の就任により、昨年7月に就任した柴田明副市長とともに、副市長2人体制で市政運営に当たります。気を使わせないようにですね、前湯飲みは持ってくる。また今年度から教育長が変わることになり、3月30日は稲葉次雄教育長の退任式が、そして4月2日は新しい教育長に決まった栗原則康氏の辞令交付式と就任式が行われました。3月30日に行われた退任式には、市の職員およそ50人が出席しました。稲葉次雄教育長は、市教育委員会の委員長を歴任して、平成27年4月1日付で教育長に就任しました。稲葉教育長は、3年の任期を終えて退任するにあたり、この3年間はあっという間に過ぎました。今後は新しい教育長と力を合わせ頑張ってくださいと挨拶しました。教育長室前では稲葉教育長に花束が贈られ、多くの職員の拍手に送られながら市役所を後にしました。また4月2日の教育長辞令交付式では、峰達郎唐津市長から栗原則康氏に辞令が渡されました。私が、唐津市民の方にお約束をさせていただきます。唐津力の中に教育力がございます。ぜひこの唐津の子どもたちを健やかに、そして何でもチャレンジできるような唐津の子どもたちにしていきたいというふうに思いでございます。このあと栗原教育長の就任式が行われ、職員を前に今後の唐津市の教育力向上に向けた意気込みを話しました。どうぞよろしくお願いします。ことを成して目標に達するためにはかなりの努力が必要ですが、合わせて教育委員会内で、そして他の関係する組織や外の機関と連携を図ってそのことを進めていくことが大事だといつも思っています。栗原教育長は浜玉中学校の校長などを歴任し、平成29年4月からは佐賀県波戸岬少年自然の家の所長を務めていました。栗原教育長の任期は平成33年3月までの3年間です。唐津市役所の平成30年度、
新規採用職員の辞令交付式が4月2日市役所で行われ、42人の新しい職員が誕生しました。辞令交付式では峰達郎唐津市長が新規採用職員一人一人に辞令を手渡しました。今年度唐津市に採用された職員は行政、保育、医療職の合わせて42人です。今回は峰市長が公約に掲げる唐津の総合力、唐津力の向上のため、より市民目線での行政サービスができるよう、唐津市では初となる社会人経験者枠での採用も行われました。このあと新規採用職員を代表して塚本正文さんが市職員としての決意を述べました。峰市長はベテランでも新人でも市民の皆さんから見れば同じ立場です。一日でも早く市役所職員としての仕事を覚え、市民の皆さんのお役に立ってくださいと新規採用職員を激励しました。今後新規採用職員は配属先の部署で業務に当たりながら公務員としてのマナーなどの研修を受けることになっています。国土交通省の平成29年度下水道革新的技術実証事業、通称 B-プロジェクトに採択され、唐津市、三菱化工機株式会社、九州大学、日本下水道事業団が共同で進めてきたエネルギーを地産地消するための研究施設が完成し、3月31日記念式典が双子の浄水センターで開かれました。完成記念式典には国や県、市の関係者などおよそ50人が出席しました。式典では主催者の4社がそれぞれ挨拶を行い、はじめに峰達郎唐津市長が、市ではこれまで再生可能エネルギーの導入促進を行ってきました。今後もエネルギーの循環型社会や低炭素社会の構築に拍車をかけたいと。続いて三菱化工機株式会社の高木俊和取締役社長が、この実証事業は革新的な組み合わせで持続可能な循環型社会の構築に役立つと確信していますと。また九州大学大学院工学研究院機械工学部門の伊藤光平教授が、この実証事業が唐津市のみならず国内や世界における持続可能なエネルギー社会の構築に役立つことに期待しますと。最後に日本下水道事業団の辻原俊博理事長が、これまで培ってきた経験や技術を生かし唐津市の実用化に貢献したいと述べました。記念式典の後、代表の9人がテープカットを行い実証事業の開始を祝いました。今回導入した地産地消エネルギーを活用した実証事業は、下水処理で発生した汚泥や食品廃棄物などを活用し、メタンガスを発生させることで無動力で作動する攪拌式消火槽など3つの革新的な設備の導入と技術の組み合わせにより、下水道施設の省エネや汚泥量の削減といった持続可能な循環型社会の構築につなげることが可能となっています。この実証事業では今年度施設を稼働させ、さまざまなデータを収集する計画です。唐津市の姉妹都市韓国ヨス市で、昨年6月からおよそ9ヶ月間の派遣を終えた唐津市職員の帰国報告と、韓国ソギポ市へ派遣される市職員の出発挨拶が4月3日市役所で行われました。はじめに韓国のヨス市への派遣を終え、
帰国した唐津市職員林亜由子さんが吉須市でのおよそ9ヶ月間を振り返りました。9ヶ月間も派遣勤務の機会をいただいて本当にありがとうございました。吉須市と唐津市では人口や予算で大きな違いがあるということも感じたんですけれども、その中でも吉須市、韓国の行政としては日本の地方分権をすごく参考にされている部分があったりとか、韓国の行政や生活の面での電子化をものすごく感じることがありました。帰国報告を受けた峰達郎唐津市長は、吉須市で学んだこと、得たことなどを今後の業務に反映させ、唐津市の発展につなげてくださいと話し、林さんの今後の活躍に期待を寄せていました。また、4月11日からおよそ11ヶ月間、韓国ソギポ市へ派遣される柳亮太さんが、峰市長に出発の挨拶と意気込みを伝えました。韓国の福祉制度はどういったものかというのを大前提として勉強したいと思っております。それと、あとはソギポ市は韓国のハワイと言われるようなところなんですけれども、そういったところの観光をどういったものでアピールしているのかというのを勉強して、実際に唐津は、福岡には結構韓国の方は来てあると思うんですけど、その足がどうすれば唐津まで伸びるかということをちょっと研究したいなと思っています。峰市長は、自身が考えるテーマをしっかり取り組み、民間交流などにつながる仕組み作りに頑張ってくださいと激励しました。今後も唐津市では、韓国姉妹都市との国際交流を深めるため、職員の相互派遣を続けていく予定です。ニュースをお伝えしました。続いて唐津市からのお知らせです。唐津市からのお知らせです。4月6日金曜日から15日日曜日までは春の交通安全県民運動期間です。期間中、全国で交通事故防止のため次の4項目を重点的に取り組みます。1、子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止。2、自転車の安全利用の推進。3、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。4、飲酒運転の根絶です。お酒を飲むと運転に必要な注意力、判断力が低下します。飲酒運転は絶対にやめましょう。また、佐賀県は交通事故に占める追突事故の割合が高い傾向にあります。暗くなったら早めにライトを点灯し、前方には十分注意してください。お問い合わせは道路河川管理課、電話 72-9133 までお願いします。佐賀県は人口10万人あたりの人身事故件数において6年ぶりにワースト1を脱却しましたが、死亡事故人数は昨年と比べて増加するなど、未だに予断を許さない状況にあります。交通マナーを守り、思いやりのある運転に努めましょう。以上、唐津市からのお知らせでした。アメリカウィンドスタークルーズ社のクルーズ船スターレジェンドが4月3日唐津港に寄港し、入港歓迎式が行われました。クルーズ船スターレジェンドは3月31日から15日間の日程で中国や日本、韓国の11カ所の港を巡っていて、
今回その中の寄港地として唐津を訪れました。入港歓迎式では、はじめに峰達郎唐津市長が歓迎の挨拶を行いました。桜が満開の鏡山や唐津市のシンボルといえる唐津城、2016年にユネスコの無形文化遺産に登録されました唐津郡地の引山展示場など、市内の観光地を巡られると、伺っております。ぜひ唐津の街中にお出かけいただき、商店街での街歩きや地元の方たちとの触れ合いを楽しんでいただきたいと思っております。この後、マーク・シモンズ船長に歓迎の花束と記念品が贈られ、これを受けマーク・シモンズ船長は、唐津では天候に恵まれ、皆さんの温かい歓迎を受けて大変嬉しく思いますとお礼を述べました。スターレジェンドは全長およそ134メートル、総トン数およそ1万トンで、世界各地のリゾート地を巡る人気の高いクルーズ船です。外国クルーズ船の寄港は佐賀県では初めてのことで、次回はフランスのクルーズ客船ロストラルが5月21日に唐津港へ寄港する予定です。今後も市では外国クルーズ船の誘致を進めていきます。昨年10月から12月までの3ヶ月間における人身交通事故発生件数の減少率が、前の3ヶ月間と比べて県内で一番高かったとして、4月4日唐津市が佐賀県から表彰を受けました。表彰式には佐賀県や唐津市、市内の各交通安全協会長や交通安全指導委員会長、警察関係者などが出席し、落合雄二県民環境部長から峰達郎唐津市長に表彰状と記念品の目録が手渡されました。この表彰は佐賀県が取り組んでいる交通事故ワースト1からの脱却プロジェクトの一環として行われているもので、唐津市は昨年の10月から12月までの3ヶ月間、人口1万人あたりの人身交通事故発生件数の減少率が前の3ヶ月間に比べて最も高かったとして表彰を受けました。峰市長は、この賞を励みに今後も市民の皆さんと一緒になって交通安全に努めますと、受賞を喜ぶとともに気を引き締めていました。佐賀県は人口10万人あたりの人身交通事故の発生件数が平成28年まで6年連続全国ワーストとなり、平成29年はワーストを脱却したものの、全国で2番目に多く深刻な状況が続いています。唐津市では交通事故防止対策として、免許を自主返納する高齢者への補助を予定しているほか、交通安全協会や交通安全指導員とともに行う街頭啓発活動などに力を入れていくことにしています。なお、今回県から記念品として贈られた反射板付きのバッグやタスキなどのグッズは、4月6日から始まる春の交通安全県民運動に合わせ、市内各所で行われる街頭啓発活動の時にドライバーなどへ配布されます。ニュースをお伝えしました。続いて唐津市からのお知らせです。市内で公的機関をかたる詐欺事件が発生しました。被害に遭わないよう市民の皆さんは十分ご注意ください。今回の詐欺被害は、公的機関をかたり自宅を訪問してキャッシュカードなどを見せてほしいなどと言い、カードを他のポイントカードと差し替え、持ち去ったキャッシュカードで現金を引き出されるというものです。市ではこのような被害に遭わないよう注意を呼びかけています。不審な訪問があったり電話がかかったら、唐津市消費生活センターや唐津警察署に連絡してください。以上、唐津市からのお知らせでした。続いては水曜日のコーナーです。水曜日は市内の風景などをお届けしています。今回は
西寺町の金勝寺に咲くボタンをご覧ください。はじめに唐津市消費生活センターからのお知らせです。最近、消費生活センターやこれらに類似した名称を語る者から不審な電話がかかったり、自宅に偽りの内容のハガキを送りつけ、身に覚えのない料金支払いをするように要求してくる事案が市内で発生しています。電話の内容は、あなたの個人情報が漏れています。削除しますか?というものです。また、はがきについては、消費生活相談センターの差し出しで、未納料金があります。至急ご連絡くださいと書かれたはがきが届いたというものです。このような電話がかかってきたり、はがきが届いたら、次のことに気をつけて対処してください。記載されている電話番号にすぐに連絡してはいけません。身に覚えがなければ相手にせず無視してください。念のため請求書類などは保管しておきましょう。不審なハガキや書類が届いたら、家族や身近な人、消費生活センターに相談してください。不審なこと、困ったことがあったら、一人で悩まずすぐに相談しましょう。相談窓口は唐津市消費生活センター。電話番号は 73-0999。相談時間は本庁開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、祝日に相談したいときは、ナビダイヤル、局番なしの188、いやや。または、佐賀県消費生活センター電話番号は 0952-24-0999 までご相談ください。相談時間は午前9時から午後5時までです。警察への相談は唐津警察署電話 72-2101、 佐賀県警察警察相談室の電話番号はシャープ9110、または0952-26-9110です。以上、唐津市消費生活センターからのお知らせでした。続いて唐津市からのお知らせです。市内で公的機関を語る詐欺事件が発生しました。被害に遭わないよう十分注意してください。今回の詐欺被害は、公的機関をかたり自宅を訪問して、キャッシュカードなどを見せてほしいなどと言い、カードを他のポイントカードと差し替え、持ち去ったキャッシュカードで現金を引き出されるというものです。市ではこのような被害に遭わないよう注意を呼びかけています。不審な訪問があったり、電話がかかったら、唐津市消費生活センターや唐津警察署に連絡してください。以上、唐津市からのお知らせでした。続いて、3月24日に行われた
肥前町の高久市保育所と霧子保育所の閉所式の様子をご覧ください。肥前町では人口減少や少子高齢化の影響により子どもの数が年々減少していて、これまで市が運営していた肥前町の高久市保育所と霧子保育所を3月いっぱいで閉所することになりました。高久市保育所の閉所式にはこの日卒園式を終えたばかりの卒園児9人をはじめ、在園児、保護者や市の関係者などが出席しました。式の中で峰達郎唐津市長は、高久市保育所は公立保育所としての役割を終えることになりましたが、市では今後も養護と教育の一体的な保育に取り組んでいきますと挨拶しました。この後、高久市保育所の岩本富郎所長が、開所当時は120人が通っていましたが、現在は27人になりました。閉所を迎え寂しくなりますが、新たな保育園でも変わらず子どもたちと元気な時間を過ごしたいと思いますと挨拶しました。最後に峰市長が園児たちの代表に記念品を贈り、高久市保育所の35年の歴史に幕を下ろしました。4月からは社会福祉法人ひだまり会が運営事業者となり、海の森高久市保育園が誕生します。霧子保育所の閉所式には卒園児と在園児、駐在員や関係者などおよそ60人が出席しました。はじめに峰市長の挨拶に続いて、来賓の山下久嗣唐津市議会議員が、霧子保育所は霧子地区の子育て支援の拠点として保護者や地域の方々と共に歩んできました、今後も地域に根ざした保育園であることに期待しますと挨拶しました。この後、園児たちがお別れの歌を元気に歌ったり、保育所の歴史を振り返ったりしながら別れを惜しんでいました。最後に峰市長が園児たちの代表に記念品を贈り、霧子保育所の44年の歴史に幕を下ろしました。4月からは社会福祉法人ひだまり会が運営事業者となり、山の森霧子保育園が誕生します。JAF 全日本ラリー選手権の第2戦、サミーツールド九州2018 in 唐津の開催を翌日に控え、主催者役員が4月6日峰達郎唐津市長を表敬訪問しました。市役所には国際自動車連盟から派遣された特別講師のヤッコ・マルクラさんと唐津大会の関係者3人が訪れ、峰達郎唐津市長にレース開催を報告しました。マルクラ特別講師は、明日のレースでは今日の雨がどのように影響するのか分かりませんが、エキサイティングなレース展開を期待しますと話し、大会名誉会長の峰市長は、唐津をレース会場に選んでいただきありがとうございます。明日はスターターを務めさせていただくのを楽しみにしていますと開催を祝いました。JAF 全日本ラリー選手権の第2戦、サミーツールド九州2018 in 唐津は、7日土曜日午前8時に唐津神社でセレモニアルスタートが行われ、8日日曜日は午後1時から松浦河畔公園駐車場でセレモニアルフィニッシュが予定されています。ニュースをお伝えしました。続いて来週放送する番組のご案内です。9日から15日までの特集番組は、
平成29年度唐津市男女共同参画推進市民提案事業、伝統文化の中に見る男女共同参画、能楽、雅楽、茶の湯の世界を放送します。放送開始時間は午後1時30分、午後4時30分、午後8時30分です。9日から15日までの特集番組の再放送は、唐津学教室、唐津の歴史再興4、古代から中世へ、考古学から見た松浦の中世社会の成立を放送します。講師は前松露館館長の田島隆太さんです。放送開始時間は午前9時30分と深夜1時30分です。9日から15日までの各課からのお知らせは図書館だよりを放送します。今回は新しい本の紹介とお知らせです。放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後3時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネル唐津ではできるだけ多くの人に見ていただけるよう各番組を再放送しています。放送時間は司法唐津や市のホームページでも確認できます。ぜひご覧ください。またインターネット動画共有サービス YouTube で1週間分の唐津市ニュースをまとめて翌週に配信しています。チャンネル唐津の放送を見逃した人はぜひご覧ください。視聴するときは唐津市公式チャンネルで検索してください。お問い合わせは市政広報課までお願いします。唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。